ましてブリーチャンガールズレイナです。久保岡茂樹可愛さアップキラートガールズのハリキです。今回もキラ塾にあるプリズムストーンショップに来ているのですが、注目されたアイドルだけが出場できるスペシャル大会が6月17日から遊べるようになってます。4月15日までの期間限定です。あと1週間、まだプレイしていない子はお早めにプレイしてください。はい、まだ知らなかったっていう子もいるかもしれないので、まずは簡単に説明をします。最初のチャンネルを選ぶ画面でキラ塾スペシャルをチャンネルで選んでください。スペシャルな限定コーデもあるんだよね。トッププリちゃんアイドルの白鳥杏樹がデビューした時に着ていた伝説のコーデ、プリちゃんユニフォームピュアホワイトコーデがゲットできちゃいます。すごい、じゃあすごい欲しい。全部で4回戦あって、ライブが終わると限定コーデがもらえちゃいます。気になる対戦相手は1回戦がエモちゃん、曲はスキスキセンサー、もらえるコーデはプリちゃんユニフォームピュアホワイトヘアアクセ、2回戦がミライちゃん、曲はワンツースイーツ、もらえるコーデはプリちゃんユニフォームピュアホワイトスカート、3回戦はミラクルキラックス、エモちゃんとミライちゃんの2人です。曲はレディアクション、もらえるコーデはプリちゃんユニフォームピュアホワイトシューズ、決勝戦相手はアンナとサラのベルティックスター、曲はプレイサウンド、もらえるコーデはプリちゃんユニフォームピュアホワイトトップス。全部で4回でフルコーデ揃うってことだよね。そうです。とまあ説明してきましたが、今から決勝戦にね挑戦していただきたいと思います。頑張ります。師匠、決勝戦向けての意気込みをどうぞ。メルティックスターっていうとみんなの憧れの存在だと思うので、勝てるように頑張りたいと思います。応援します。それじゃあ気合い入れて決勝戦いってみましょう。あー、じゃあ師匠、決勝戦行っちゃいますか。行っちゃいますか。行ってみましょう。すごいな、決勝戦ですよ。企画する、コーデはもう決まってるんですね。でも師匠だから敬語になっちゃう。敬語じゃないです、大丈夫。ミュージシャンホワイトコーデで遊びたいと思います。シワもどんどん増えてますよ、師匠。めっちゃ増えてますね。すごいな。サラちゃんのロマンスビートのお洋服です。対戦相手に合わせて衣装も変える、覚えました。スペシャル大会決勝戦、プレイサウンド強いよ。絶対強いですよね。強いよ。ハイキャラで遊びたいと思います。頑張ってください、師匠。頑張ります。あ、かっこいい。もうスムーズですもんね。シャッターアイテムももちろんいくんですね。バラです。かっこいい。決勝戦、あ、やっぱこのステージなんだね。え、これさ、難しくない？めっちゃ難しいよね。かっこ、そっか、ギター持つのもギターなんですよ、仮面が。うわぁ、いやもう、そんな押せないもん。かっこいい。いや、安定してますね、師匠、さすが。最後の方が、マジで難しい。最後が難しい、師匠のお言葉です。リズム感が割と取れないから結構難しかったり。あ、すごいな。いやー、すごい。優勝おめでとう。さらちゃんにね、すごいな君はって言わしめたら、そりゃプロですよ。あ、すごい。優勝したらトロフィー持って取れるんですね。すごい。優勝した感あふれていいね、あれ。めっちゃいいっすね。1位の台に乗ってるのすごいかっこいい。新作だから。うん。うわー。したいと思います。師匠の技が光ったね。これでコーデ揃いました？揃いました。わー、すごい。おめでとうございます。伝説のアイドルの仲間入りってことですね。ですね。あー、これ着てライブしたい。頑張ろう。決勝戦終わっちゃっても、この後も何回も決勝戦で遊べます。決勝戦繰り返しできるんですけど、このコーデはランダムで出てくるので2枚欲しいって人もできます。で、さっきね、トロフィーがパシャリングステーションで取れるようになってたんですけど、あれもぜひ皆さん取ってみてください。このスペシャル大会は7月15日まで期間限定ということは、あと1週間なので、ぜひ皆さんたくさん遊んでください。以上、ブリちゃんガールズレイナとキラットガールズのハリキでした。バイバイ。バイバイ。この動画がエモかったら、キラッと高評価とキラッとチャンネル登録よろしくお願いします。探せキラッといいところ、桃山未来です。
プリちゃんは自分で作った番組を配信できちゃう最高に楽しいみんなのチャンネル。いいねをいっぱい集めれば誰でも今日からプリちゃんアイドル。世界中のみんなに自分のキラッとアピールしよう。キラッとプリちゃんテレビ東京にて毎週日曜午前10時から放送中。キラッと私のチャンネルやってみた。